さんこんにちは、朝日奈彩です。本日はですね、季節的にも暖かくなってきましたので、春夏のサンダルルックブックを4体ご紹介していきたいなと思います。めっちゃ可愛くない？可愛いですね。普段の朝日奈彩っていう感じなんですけど、私はそれこそ白のカーゴパンツがめちゃめちゃ流行ってるので、私オッチを専属モデルやらせていただいてるので、オッチとかだとやっぱりジャケットを合わせてコーディネートすることが多いので、今回はジャケットを合わせてみました。カメラ越しとかだと重く見えてるかもしれないんだけど、これ素材が麻なんですよね。リネンだから風通しもあるし、着てる本人としてはすごい涼しいんですよね。そうだから、なんか今見た目的にはちょっと重く映ってるかもしれないんだけど、素材に合わせてコーディネートを変えていったりとかすると春夏らしいコーディネートになりますので、なんかそういう素材とかも合わせてコーディネートを楽しんでいただければなと思います。はい、ということで1着目はこんな感じですかね。はい、私の大好きな白のカーゴパンツに合わせたコーディネートでした。2着目に着替えてきました。こんな感じでございます。かわいいよね。かわいいです。涼しげね。なんかこうやっぱオッチのテイスト感って、なんか自分で言うのもなんだけど、甘みだって思っちゃうよねちょっと甘めのテイストのものとかも紹介させていただく機会ってあるんだけど、でもやっぱり個人的にスタイリッシュな格好とかがハマるなって着てみて思いました。春夏って言えば、なんかこう暖かくなってくるじゃないですか。指先、足先っていうのはやっぱりサンダルとか履く機会が多くなってくるので、出る機会っていうのがすごく多くなってくると思うんですよね。なのでそういう時こそやっぱりネイルっていうのは外せないかなと思うんですよ。今回、サンダルに合わせてネイルをね行っているので、皆さんにぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、今こんな感じでブラウンのネイルシールっていうのを貼らせていただいてるんですけど、これねジェルネイルシールなんですよ。本当になんかサロンで行っていただいたようなぷっくりとした素材になっていて、ジェルネイルシールっていうのが他にもたくさんありますので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで続いてはですね、3着目ご紹介していきたいなと思います。ご紹介する前に一度ね、手元今まだネイルをつけていないので、そのつけるところを紹介させていただきたいなと思うんですけど、今回使用させていただくのはリスドールさんの18番ホワイトベージュゴッドっていうアイテム、これを使おうかなと思っております。これ種類がめちゃくちゃあるらしくって、その中で今回たまたまこのアイテムを紹介したんだけど、他にもいっぱいあるので、気になるアイテムがあったら皆さんぜひチェックしてください。でこの中を開けると、これがね、ほらすごいたくさん入ってるのよ。本当だ。この後ろを抜けるとこのような形で、甘皮を削ってくださいとか、シールを貼っていってくださいとかっていう風に順序が書いてあるので、この通りに行っていきたいと思います。これさ、一番最初見た時に難しいんじゃないかなって思ったのよ。でもめっちゃ簡単なの。それをねちょっと皆様にお伝えしていきたいと思いますよ。この中にもう一つね、甘皮をこう削ったりとか、あと爪のをさこう磨いたりとかする時のアイテム、こんな感じで入っているので、この2つを使ってジェルネイルのシールを爪に貼っていきたいと思います。まずはじゃあ準備、ネイルリムーバーとかアルコールなどとかで甘皮を処理してくださいねっていう風に書いてくれてるんだけど、私一応モデルのお仕事させてもらってるので、こういう処理を行ってるのでちょっと省かせていただきますでそれが終わったら、ジェルネイルシールを貼っていきたいと思います。何色が可愛いと思う？緑可愛い。緑可愛い、うん、じゃあこれにしよっか。ジェルネイルのシールを剥がしたら
このような形で自分の爪の大きさに合わせてこの横とこっちの横を合わせて貼り付けます。こうやってある程度貼ったら密着させるためにネイルシールの付属のウッドスティックをこう使って押さえていく。こんな感じで斜めになっているので、ここを使ってこんな感じで切ったらね、綺麗に行っていきます。そしたら浮いてる部分とかがなくなっていくので、でここをねこうやって行ったら、このヤスリを使っていらないね余分のネイルシールをこうやって削っていきます。これだけ、すごくない？これだけですか？これだけ。これで あと硬化させるんだけど、硬化させたらもう終了なので、こういう風にちょっとずつちょっとずつこうやって自分の爪の形に合わせて削っていく。これこれ取れて切れるかわかるかな。じゃあこんな感じ見てみて。はい、こんな感じで取れるので、これを取り切ったら自分の爪のサイズに合ったジェルネイルのシールが完成するっていう形になっています。じゃあ他の指も貼っていこう。大きさ合うんですか？なんか大きさが合うようにたくさんのシールを作ってくれてるんだって。へー、すごいよね。ネイルシールのアイテムによってはやっぱりちょっと足りないみたいなことがあったりとかするんだけど、このアイテムはその大きいのもちっちゃいのもいろいろこうつけてくれてるから、自分のね爪の幅に合ったネイルシールを探すことができると思います。でちなみにこれその抗菌素材を使ってるみたいで、ずっと清潔に保ってられるんだって。衛生面とかさ、どんな感じなのかなってちょっと不安になったりとかすると思うんだけど、その点でもすごく安心感があるので、不安がある方とかはぜひご安心をって。であとさ、このネイルシールが今日発売なのよ。今日私が今使っているアイテムは4月28日、本日発売されたばかりのネイルシールなので、今までのサイト見た時なかったよって思われてる方は、今日のお昼ぐらいに発売が開始されてるそうなので、ぜひチェックしていただければ、多分このアイテムと全く同じものがネットにね出てるかなと思いますので、チェックしていただければと思います。何色にしようかな。下が透明だから合わせやすいですね。そう、めっちゃ合わせやすいの。自分のさ爪の幅に、じゃあ例えばこの小指のアイテムとかだったりとかすると、爪の幅に合わないじゃない。でこの合わないっていうのが分かるから、別のアイテムを探したりとかして、あこれだったら合うかなっていうのを確認してから取る。あ、貼り付けるの失敗したかもって思ってさ、もう一回外してつけても全然綺麗になるから、本当だ。その点も本当に安心していただきたい。ジェルネイルのさぷっくりした感じってさ、なんかサロンに行かなきゃ叶わないみたいなさイメージあるじゃん。だけどこのネイルシールでこのぷくっとした感じを再現できるって本当にすごいなと思って。モデルのお仕事とかやってたりとかするとさ、ネイルできなかったりとかさ、ファッション誌に合わせてネイルの色を変えたりみたいなことを行ったりとかするから、休日だけジェルネイルを行いに行くみたいなことってなかなか難しかったりとかするの。だけどこういうジェルネイルのシールを自分でケアして外に出て行ったりとかするとすごい気分も上がるじゃん。ジェルネイルをしてるような気分を味わうことができるから、すごくその時の、自分のファッションとかに合わせてネイルをつけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。ジェルネイルをさ一回行うってなるとさ、それこそさ金額的にもさ、この感じのデザインだったりとかするとその2000円とか2万円ぐらいは多分かかっちゃうじゃん。でそれをさ2日とか3日で外すってこと考えるとめっちゃ高いじゃん。高い。このアイテムだと税抜きで1500円だからめっちゃいいよね。全指にジェルネイルのシールを貼りました。こんな感じでございます。これから硬化していきたいなと思います。ここ1回押したらライトが光るので、その状態で手を入れていきます。
これで割っていくと。私は4本同時にして親指だけ別で行っていこうかなと思います。私ジェルネイルをずっと行ってたことがあるんだけど、デメリットで言うと爪がね、どんどん薄くなっていっちゃうんですよ。硬化してる時とかに爪がどんどん薄くなっていったりとかするとめちゃくちゃヒリヒリするの、この硬化してるこの状態が。へー。ただうちの YouTube のチームのショコちゃんもザコちゃんも一度行ったことがないみたいで一回もない。これをね、賛同してもらえないんですけど、爪自体が薄くならないっていう点ではめちゃめちゃジェルネイルのシールっていいなって思いました。ジェルネイルは爪を薄くするんですか？そう、どんどんね、剥がすときにやっぱり削っちゃうから、地爪をどんどん薄くしていっちゃうんですよね。今この親指が終わったので両手硬化が終わりました。はい、こんな感じ。めっちゃ可愛いですね。可愛いよね。こんな感じでございます。硬化するこのアイテムが、見て、こうやって折りたたんだりとかするとさ、めっちゃ小さいの。すごくない？手のひらよりも小さいんだよ。しかもすっごい薄いので持ち運びがめちゃめちゃ簡単だし、それこそ旅行先とかでネイルのシールを持って行ってファッションに合わせてネイルを付け替えるっていう、そういう贅沢な遊び方みたいなのもすごくいいんじゃないかなと思いました。で、これもう一つめちゃめちゃこう使ってみていいなって思ったポイントが、外す時に除光液とかリムーバーとか使わなくていいの。それをちょっとご紹介させていただきたいんだけど、さっきあの甘皮とかそれこそネイルシールをつけたりとかした時のこの反対を向けるとこんな感じで先がとんがってる方があるんですよね。ネイルの端に合わせてクイクイクイってするとピローンってすぐ本当にあれ固めてたよなって思うんだけど、本当にシール状になってまたペリって剥がすことができるので付け替えがすごく楽なんですよね。でもちょっとせっかくなのでこの状態で3着目のファッションを皆様にご紹介させていただきたいので、今日は外さずに、はい、このまま紹介していきたいなと思います。さっきもね、紹介させていただいた通りこのネイルに合わせたコーディネートにしましたので、このなんかこうネイビーなワンピースとこうネイルがすごく合ってるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか？かわいいよね。かわいい。春夏になってくるとワンピースのアイテムってめちゃめちゃ使い勝手がいいと思うので、まあ、その時に合わせてこういうような感じのコーディネートを組んでみました、はい、かわいいんじゃないかなと思います。続いて4着目に着替えてきました。こんな感じでございます。またテイストがガラッと変わったんじゃないかなと思いますが、いかがですか？ピンク珍しいですね。ね、珍しいよね。3着かな。結構ベーシックなアイテムでご紹介させていただく機会があったので、今回4着目はせっかくなのでカラーのアイテムを入れようということでピンクのシャツにしてみました。ハーフパンツも珍しい。確かにあんまり着ないけど着たいなって思ってるからこそ私のクローゼットの中には結構何着かあったりして、でも着てないかもね。そのさ、ハーフパンツな感じにフラットなシューズを合わせてるっていうところもすごい可愛いなと思いました。なんか私は綺麗めにまとめがちなのでそれこそヒールにしたりみたいなことが多いんだけど、今年はやっぱりこういうラフさ加減がすごく可愛いなと思ったのでこういうコーディネートにしてみました。はい、これはいつも持っているザローのカバンでございます。今回は春夏のサンダルをメインとしたルックブックを4体ご紹介させていただきました。はい、それこそ暖かくなってきてこれからやっぱり肌がね出る季節になってくると思いますので、ファッションが好きな方だったりとか美容に力を入れてる方々にとってもやっぱりこう手元足元っていうのはネイルがすごく大事になってきますし、自分の気分を上げたりとかモチベーションを上げるっていう点でもすごくいいアイテムになりますので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。今回はですねリスドールさんとタイアップの動画として出させていただいたんですけれども、概要欄に詳細を貼っておきますので気になる方はぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで今回は春夏のサンダルルックブックをメインとしたコーディネート4体をご紹介させていただきました。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。